皆さん、鉄分補給してますか？鉄道系バーチャル YouTuber、ヤチオカルサでーす。東京都荒川区にある JR 常磐線の三河島駅に来ました。日暮里からたった一駅ですが、ちょっとだけ下町感が漂ってきます。京成電鉄の新三河島駅は歩いて500メートルくらいです。駅前にはチェーン店、大きな商業施設があります。明治通りからちょっと入った場所に駅があります。明治通りまで行けばもうちょっといろんなお店があるかもしれません。改札を入るとプラレールが展示されていました。プラレールのスタンプラリーを今年2024年6月2日まで開催しているそうです。ホームまで登ってきました。三河島駅の駅名標です。日暮里と南千住の真ん中です。北千住松戸阿鼻子寄りに階段、エスカレーター、エレベーターがあります。お風呂屋さんがいっぱいあるそうですね。面白い掲示を見つけました。自乗用車が描かれています。グリーン車の位置を表していますが、 E531 系ともう一つはなんと E501 系です。15両で上野まで乗り入れていた懐かしい車両、また上野まで来てくれないかな。常磐線快速の E231 系が到着しました。最近ヘッドライトが LED に変わっていってます。ホームの日暮里上野寄りへ歩いてみましょう。もっとホームの日暮里上野寄りへ歩くと、どんどんホームが狭くなっていきます。ホームのほぼ先端にまで来ると黄色い線の内側が狭くなります。黄色い線の一番先端です。狭い！いや、細い！黄色い線の幅よりも黄色い線の内側の方が狭いです。参考までにペットボトルを置いてみました。黄色い線の内側に入りきるには、皆さんもペットボトル並みに痩せてください。日暮里から E231 系が入線してきました。ホームの幅が狭いのでちょっと怖いです。特急列車の E657 系は通過しますので、もっと怖いです。狭い場所には柵がありますので、通る列車を反対側で待ってましょう。 JR 東日本になった後、1987年12月にホームの日暮里側を5両伸ばして15両に対応する工事をしたそうです。芝式ホームを延長させた結果、このように狭すぎるホームができてしまったそうです。2030年代にはホームドアを設置すると言われています。シュリリングなままで残るのはあと数年でしょう。皆さんも安全に十分配慮しながら三河島駅の激狭ホーム見に来てください。